ちゃんと客引きは絶対にぼったくりですって、そういう方がガンガン流して、ですよねって。お名前聞いてもいいですか？名前はなんていう？いや、ピッキー、ピッキーさんって言うんですね。まあ、由来はあるんですか、名前は？昔あのうちの家っていうか北陸で、はい、藤屋さんのピッキーってチョコ菓子売ってて、そこのキャラがなんかピッキーって猿なんだけど、猿の名前なんですか？猿さんがね、いやこっちはちょっと落ち着かないのか分かんないけど、まあ小学校の時からピッキーピッキー言われてて、落ち着きがないからそのに、いや本当にやばい時はさ、去年のイブで、クリスマスイブですか、うん、はい、ところ違うんだけど、上野でまあ一軒目はちゃんとしてんだけど、はい、そこで飲みすぎて、はい、クリスマスが大体起こすんだけど、とあるなどっかの2階だと思うんだけど、なんかまあ知らんだったらそれで行かないんだけど、なんか中央寺の女3人になんか青い着てるか分かんないけど、普通に睡眠薬入ってんだろうけど、されて上野でやられたんですか？それで後からそういったの卸の利益見たらさ、 ATM なんかで午前1時だと2時だに、あ、 ATM 連れてかれちゃったんですか？で29とか下ろして、あと手持ち前とかで計40以上さ、うわやっちゃった。まあ大体あの普通のそういうの三面記事でそういう手口とかあるんだけど、あ、まあなんかありそうですよね、そのまんまで上野で、それが、まあ、イケメンのとかさ、そういう上野住所だったんで、はい、上野署に行ったら、まあまあ、こっちもカードのっていうか金融機関のところに問い合わせて、おろしたセブンの所在地あったん分かったんだけど、ああいうとこではそういう ATM の、まあ、映像を見てもさ、なんか酔っ払いが自分でカード出しておろしてる映像しかないっていう、あ、そういうのを見るっていうか、12月25日の午前様の出来事で、その翌日にそんなクリスマスプレゼント、サンタさんもだから本当は山下達郎もそういう、あれはよく受け隅にぼったくれちまったんだそんな目に合ってる方もいるんですね。まあ、ビッキーさんが会っちゃったんですね。今年は1月に行ってみれば、それらしい通りで、あ、改めて行ってみたんですね。そしたら上の署の、まあ、ガイド放送っていうか、ああ、じゃあもう歌舞伎町みたいな通りなんだ、あのイメージで言うと。ちゃんと客引きは絶対にぼったくりですって、そういう放送がガンガン流れて。ですよねっていう。